お昼になりました。向井治です。本日もよろしくお願いします。今日はですね、昨日缶詰とおにぎりにするって言っとったんですけど、そう、ジーコチャンネルのライブの方でね、そう宣言していたんですが、今日なんとお弁当を作ってもらいました。ありがとうございます。昨日夜がね、エビフライとか、あとこの鶏肉の甘辛焼きみたいな、そんな感じのやつ、はい、なのでこれをね、残り物を詰めて、あとブロッコリーとか卵焼きとかトマトも、そしてこれ今ね、うちあのもち麦っていうね、もち米みたいな麦ご飯も混ぜてご飯炊いてますんで、はい、もちもちしたご飯です。はい、こんなラインナップになっております。ちなみに、今ねこういったところへ泊まってます。県道37号線沿いのね、このあの自販機のところへ泊まってますんで、はい、ぜひ皆さんお越しください。ではでは、いただきます。ちょっとその前に今日はお口の中を潤しておきましょう。何からいこう。やっぱ卵焼きでしょ、ね、美味しい、うん、この麦飯のプチプチした食感がいいよね、うん、鶏肉、うん、うまい。ライスが少なかったかな。うん。ブロッコリーは僕はボイルしたやつよりフライパンで焼いたやつの方が好きです。この食感が残っとる方がいいよね、ブロッコリーは。コストコのエビで作ったエビフライ、うん、うまい。具の中にチーズ入れてくれとる。うん、青のりも振ってあるんかなこれ。うん。うまい。大葉。チーズがいい感じ、
静かになった。川のせせらぎが聞こえるね。なんで俺エンジン切ってなかったんだろう。今日の卵焼きはちょっと出汁の味が強めだね。うん、うまい。これぐらいがちょうどいいな、ご飯は。うん、もうちょっと身がある。私は尻尾は食べない派です。鼻水がめっちゃ出る。なんで？今日も最高にうまかった。ありがとうございます。あ、やってしもうた。タルタルがあったんだった。タルタルがカットじゃね、ここはもうこれ入れてくれとったのに俺これかけるの忘れとった。忘れとった本当に。まあでもタルタルなんかなくったって十分美味しかったです。うん、ということで、本日はエビフライ、鶏の、照り焼き弁当、そういった感じのものをいただきました。非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。料理自体が美味しいからソースとかタルタルなんていりません。